皆さんこんばんは、ちゆです。今日はタイトルにもある通り韓国 Vlog をお届けしたいと思います。はい、今回なんと韓国に6泊7日ほぼ1週間行くことになりまして、こんな感じでね、今から出発するところなんですけど、私は韓国自体は本当に10代の頃に1回行ったことがある以来なので、超久しぶり。今回の旅はね、行きたいところとか食べたい食べ物とか本当にいろんなところをマークしていろいろ詰め詰めにしたので、結構内容盛りだくさんになるんじゃないかなと思います。早速飛行機の中でじゃーん、こちらの機内食が出たので紹介しようと思います。こちらお供はね、オニオンスープを選ぶことができたので選べました。そしてね、私としたことが食べちゃいまして、紹介しようと思ってお腹空きすぎて食べちゃったんですけど、こんな感じのベーグルとこういうお菓子ね、ポップコーンのお菓子とあとはオレンジジュースもついてきました。結構機内食も美味しくて、行きの時点でワクワクドキドキ最高な船出になりました。そうこうしている間にあっという間のフライトで約2時間ほどで韓国に到着しました。本当にね、久しぶりの飛行機だったしドキドキしてたんですけど、意外とあっという間に着いてよかったですね。やっぱ近いですね、韓国は。気温もね、結構日本より涼しい感じの気候で、秋とかね、この10月ぐらいがすごく涼しくて一番いいシーズンだったかなと思います。前に韓国来た時は真冬だったのでめちゃくちゃ寒くて辛かった記憶だったんだけど、10月はねめちゃくちゃ過ごしやすいし本当にいい気候の中来れました。無事に入国審査もクリアし、早速ホテルに向かいたいと思います。そんな本日泊まるホテルがこちら。今回ホテルは目的に合わせて2カ所泊まるんですが、最初のお宿はこちらカンナムエリアにね、今回用事があったのでその周辺でホテルを取ってみました。ここのホテルはソウル市内に結構何店舗かあったんだけど、どこもね、外装も内装も内装もおしゃれでめちゃくちゃ良かったので、皆さんぜひおすすめです。お部屋もこんな感じでめちゃめちゃ綺麗で清潔感のある素敵なお部屋でした。しかもね、めちゃおすすめポイントは YouTube をテレビで見れるのが個人的にめちゃくちゃ嬉しかったです。さて早速夜ご飯を食べに出てきました。韓国に到着して早速1食目はこちらのカルメギサルを食べに来ました。カルメギサルって豚のハラミのことなんだけど、これがねめちゃくちゃ美味しくて、結構いろいろ下調べしてここ来たんだけど、サムギョプサルよりも脂身が少なくて美味しいらしい。実際この卵もねふわふわで相性良くて超おすすめのお店でした。1日目はね結構移動に疲れてすぐ寝ちゃったので、早速2日目もう朝一から活動を始めていきたいと思います。今回韓国旅行すべての日程めちゃくちゃ晴れてて、めちゃくちゃ過ごしやすくて本当に良かったです。今日もいい天気の中、朝からねやりたいこと行きたいお店が詰まってるので、早速行動していきたいと思います。やっぱ旅行の醍醐味ってこうやって知らない街を一人で歩くのもすごく楽しくていいよね。ということで2日目まずやってきたのはこちら、韓国で今大人気のベーグル屋さんに来ました。朝ね開店前にもかかわらず結構な人が並んでました。すごい人気。なんかめちゃくちゃ店員さんとかもすごいにぎわってて、すごい和気あいあいとした店内の空気感がすごいね良かったです。店内座る席は自由なので、まあ、先着でね早いもん勝ちで好きなところを取っていくというシステムでした。ベーグルがこんなにたくさんあってもうどれにしようかめちゃくちゃ迷ったんですが、私はこちらのポテトとチーズの
ベーグルを頼みました。あとはマッシュルームスープが美味しいって書いてたので、それも一緒に頼んでみました。見てください、もう神々しい、こんな優雅な朝食があるかってぐらいめちゃくちゃ素敵な朝ごはんから今日一日をスタートしたいと思います。ではお腹も満たされたところで、次は今回の旅の目的の一つでもあったところに向かいたいと思います。やっぱり韓国といえばね、食とか、まあ、いろんな観光地もありますが、美容ということで今回ミューズクリニックにやってきました。やっぱり本場韓国で美容施術をね受けてみたいなと思って今回いろいろ調べたんだけど、まあ、今回はね大きな施術をするわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと肌管理をしたいなと思っていろいろ下調べして今回ミューズクリニックさんに肌管理を受けに来ました。まあ、肌治療で言えばポンテッツァとか、まあ、レーザー治療とかね、いろんな方法あると思うんですが、今回私はララピールっていう肌治療を受けに来ました。ダウンタイムが一切ないピーリングの施術なので、もうその日からね効果を感じられるっていうのがすごい最大の魅力だなと思ってそれを受けることにしました。予約とかは事前に日本からできたので、受付もこんな感じでね、日本語も通じるし、まあ、スタッフさんも日本語も通じるのですごく安心して来ることができました。ということで、あっという間に施術が約1時間しないぐらいで終わりました。見てください、術後すぐの様子なんですけど、この透明感と発光力すごくない？肌がツヤツヤにピッカンピカンに輝いてるんだけど、やばいよね。これはもう大満足の仕上がり。さて、施術を受けてからまたね時間がしばらく経ってお腹が空いたので、続いてはこちらのお店にちょっとフラッと見つけたので入りたいなと思います。やっぱりね韓国はお隣の国っていうのもあって、結構メニューにね日本語があったり、店員さんも日本語話せる方もいるので、すごくね安心してお店に入ることができました。お昼はこの料理を食べました。美味しかったです。さて、またまた移動してきて、続いてはこちらのサロンに遊びに来ました。ノンヒョン駅から徒歩4分にあるブラウニーというアートメイクサロンにやってきました。可愛いワンコがいて本当に癒された。私は今回このブラウニーさんで何年かぶりに眉毛アートをしに来ました。韓国でアートメイクを受けるのは初めてなのでちょっとドキドキしています。早速アートメイクに移る前に麻酔を塗ってもらいます。まあ、この日のためにねアートメイクの前は結構眉毛を生やしていかなきゃいけないので、過去一ブサイクな眉毛でめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、こんな感じで麻酔を塗ってもらっています。眉毛アートを受ける前のビフォーの眉毛がこちら。綺麗な眉毛になるためにアートメイク頑張りたいと思います。最初は形をね綺麗に整えてもらう工程から始まります。理想の眉毛の形とか、どんな眉毛の形が自分に似合うか分かんないよって方は、先生とかね結構親身にバランスとかを見て調整してくれるので、不安な方はぜひ先生と相談しながら決めていくといいと思います。こちらのデザインっていかがですか？はい、こんな感じで迷ってるとか。そうですね。じゃあ問題ないです。こちらのナチュラルブラウンの色に入りますね。実はブラウニーのスタッフさんは日本語を喋れる方がいるので、安心して日本人の私たちでも施術を受けることができます。韓国で美容施術受けたいけど言葉が伝わらなかったらどうしようっていう不安もここだと全く感じることがないので、ぜひね安心して行ってもらえたらなと思います。
いかがですか？めちゃくちゃ綺麗です。大丈夫ですかね？もうちょっと入れたい部分とかございますか？いや、綺麗で大丈夫です。これで大丈夫ですか？はい、はい、満足です。検査話でいい。ということで、あっという間の施術時間でこんなに綺麗になりました。まあね、まだダウンタイムというか術後なので、かなりね濃い状態ではあるんだけど、ここから少しずつ時間をかけて綺麗に馴染んでいく予定です。今回ブラウニーさんで眉毛アートを受けてきたんですけど、本当にね日本語も喋れるってことですごく安心もできたし、院長先生は10年以上の経歴を持つベテランの方なので、本当に施術もあっという間でめちゃくちゃスピーディーに綺麗に仕上げてくれます。ぜひ気になった方は概要欄に詳しい情報を載せているので、ぜひそこからチェックしてみてください。カウンセリングも日本語で対応していただけるので、ぜひこの機会に見てみてください。術後のケアはこんな感じで、アフターケアに必要なものをセットでいただきます。こちらも詳しくね日本語で書いてあるし、この再生クリームをね綿棒を使って毎日術後塗っていくっていうだけなので、すごく簡単なのでご安心ください。施術直後に出た感じはこんな感じで、結構濃い眉毛が続いたんだけど、もう1週間もするとこんな感じでめちゃくちゃナチュラルになじみました。もう今はねすっぴんでも全然外歩けるぐらい超なじみまくって、もうメイクが時短だし、すっぴんでも余裕で人前に出れるなっていうビジュアルになったので大満足です。さて、そんなね大満足な1日の最後は大好きなお肉で締めたいと思います。もうね本当韓国行ってからお肉ばっかりなんですけど、この日は結構有名なクッタンという焼肉屋さんに来ました。こうやってね炊き込みご飯みたいな味で食べる焼肉が美味しかったです。結構味付けが日本好みで、こういうガリとかわさびとか置いてあるのもすごくね日本人が好きな味で、すごく食べやすくて美味しかったです。ここもおすすめ。次回韓国旅行後半戦、食べまくり幸せ旅後半戦もお楽しみに。